はい、水口です。今日はですね、かねてより要望があったバックパックですね、リュックサックをついに作ったので、紹介したいと思います。名付けて、ミニマムバックパッカーズという名前で、作りました。容量は18リットルで、こちらのブラックとグレーね。で、さらにこの水色を作りました。まあ、イメージとしては、まあ、バックパックもうちょっと大きいのをこう背負って、世界旅に出るんだけれども、まあ、そのイメージを乗せた、まあ、コンパクトなバックパックという感じですね。で、それぞれ色に合わせてこの前面に装着されているこうワッペンが違うというようになってます。で、本当にシンプルなバックパックで、普段使いにね、使いやすいんじゃないかなと思います。まずこの水色が、これはストックホルムスカイブルーと名付けたんですね。まあね、こんな感じ、かわいいでしょ。で、フロントにはこの大型のポケットがついていて、あとはこうメインストレージの開け口がこうあるだけで、本当にシンプルな感じですね。で、グレーが、まあ、ちょっとイギリスっぽい感じに、ロンドングレーみたいな名前をつけました。まあ、こんな感じですね。で、一番最初に紹介したのがニューヨークブラック、バッグもね、黒でまとめた感じになってます。このバックパック3種類が、3色が、まあみんなね、デザインが全部違うので楽しいんじゃないかなと思いますので、よかったらページを見てみてください。ミニマムバックパッカーズでございました。それではまた。